ダイソーの話題のダイエットグッズを使ったモテエクササイズをご紹介します。今回はトレーニングチューブを使ってやっていきます。今回買ったのはこれ、トレーニングチューブのソフトです。こちらはソフトからミドル、ハードという強さがあるのでお好みで選んでみてください。これ110円で買うことができます。ではやっていきましょう。今回はこの緑のチューブを使ってお尻トレーニングを行います。ステップ1、この輪っかを足にかけます。でしっかりとこう開いて引っ張った状態で四つん這いになります。四つん這いの状態でこのまま右足を後ろにプッシュ、少し斜め上に上げるようにプッシュします。20回行います。ステップ2、このまま今度は足を伸ばした状態で上下に上げ下げします。これを反対側も同じように行います。まず後ろにキック、しっかりと膝を伸ばしきります。20回やりましょう。ステップ3、横向きに寝転がったら足にかけた状態で今度は上に開いて閉じる。これを20回行いましょう。反対側も同じように行います。今回はお尻トレーニングを紹介しましたが、このチューブはこのように引っ張ったり足にかけて引いてあげると二の腕トレーニングや背中トレーニングにも使うことができます。軽くて持ち運びも便利なので、ぜひ合間時間に使ってやってみてください。この動画がためになったなと思う方はぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回。